どうもこんにちは。今回は我が家の土日の朝昼夜ご飯を紹介したいと思います。イエイ。はい、土日の食卓はこんな感じですよっていうのプラスおすすめのレシピもちょこっと紹介しようと思うので、参考にしてもらえたら嬉しいです。それでは早速スタート。この日は8時ぐらいに起きてきたので、朝をしっかり食べすぎると昼が食べられなくなるのでフルーツだけにしました。子供も私もフルーツが大好きです。ブロッコリーとさつまいものサラダを作っていきます。前に紹介したダイソーのこの温野菜容器でチンしていきます。この容器には水を入れなくていいって書いてるんですけど、私はいつも少しだけ水を入れます。粗熱が取れたらゆで卵も加え、塩コショウとマヨネーズで味をつけます。今日はパスタにしようと思うので、パスタを湯がいていきます。具材は何でもいいんですけど、私は家にあったエビ、ハム、ほうれん草を使います。フライパンにバターを熱し、具材を炒めていきます。葉物野菜は後から加えて軽く塩コショウを振ります。炒めた具材に小麦粉をまんべんなく振り入れ、牛乳とコンソメを入れてしっかりと混ぜます。だんだんととろみが出てくるのでしっかりと混ぜます。茹で上がったパスタを加えてソースを絡めていきます。エビとほうれん草のクリームパスタが完成しました。はい、今日のお昼ご飯はこんな感じです。朝がフルーツだけで軽めに済ませてたので、ちょっと早めのお昼ご飯にします。3人でいただきます。長男がこのパスタ気に入ってくれて、おかわりもしてくれました。続いて夜ご飯です。かぼちゃの煮物を作りました。あと昨日の残りの味噌汁を温めます。家にあるものでパパッと副菜を作っていきたいと思います。豚バラを炒めて塩コショウを振ります。豚バラをフライパンの端っこに寄せて、空いたスペースで卵を炒めていきます。半熟状態の時にほうれん草も加えて豚バラと一緒に混ぜます。鶏ガラスープの素で味を整えます。ほう
うれん草でニラ玉風の炒め物ができました。あとは子供たちが大好きな鮭も焼いていきます。はい、和食プレートの完成です。私のプレートに乗ってたご飯のお供がこれなんですけど、これめっちゃ美味しいです。子供たちのプレートに乗ってた昆布がこれなんですけど、パッケージがめっちゃ可愛くてギフトにもぴったりです。こちらの昆布屋さんでは昆布をはじめ料理に役立つ商品が他にもたくさんあるので、概要欄にリンクを貼っておくので、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、日曜日の朝ごはんです。今日は菓子パンです。子供たちにヨーグルトを1人1個ずつあげても食べきれなかったりしてもったいないので、1個を2人で分けています。私はプレーンヨーグルトに蜂蜜をかけて食べるのが好きで、最近はカスピ海ヨーグルトにハマっています。ちょっと高いんですけど、とろっとした粘り気が好きでつい買ってしまいます。はい、続いて昼ご飯です。野菜たっぷりの鶏ガラスープに春雨も入れようと思います。鶏ガラスープを作るときは、私はいつも鶏ガラスープの粉末と白だしを少し入れます。まろやかになって美味しいです。最後に風味付けのごま油をほんの少し入れます。鶏丼の準備をしていきます。鶏もも肉を適当な大きさに切っていきます。合わせ調味料を作っておきます。油を敷いて熱したフライパンに鶏肉を皮を下にして並べていきます。強火で焼いて焼き色がついたら裏返していきます。裏面は中火にしてじっくり焼いていきます。鶏肉に火が通ったら余分な油をキッチンペーパーで拭き取っていきます。合わせ調味料を加えて蓋をします。鶏肉にタレが絡んだら OK です。ご飯にも少しタレをかけたいので、タレが完全に煮詰まらないように気をつけます。春雨も柔らかくなって春雨スープが出来上がりました。最後に炒り卵を作っていきます。小さいフライパンや鍋にそのまま材料を入れていきます。中火にかけながら卵を混ぜていきます。この時お箸4本で混ぜることによって細かくて綺麗な炒り卵になります。そぼろ丼をする時もこうやってするといい感じに出来上がるのでおすすめです。
丼鉢に盛り付けていきます。タレも少しかけて最後に刻み海苔をのせます。子供たちの大好物の鶏の照り焼き丼の完成です。これね、簡単やのにめっちゃご飯が進んで美味しいので、お弁当にするのもおすすめです。はい、最後日曜日の夜ご飯はほうとう鍋にしようと思います。週末は結構鍋率が高いです。このほうとうは下茹でが不要なのでめっちゃ楽ちんです。普通のスーパーに売ってました。栄養満点のほうとう鍋の完成です。せちゃん、このうどんどうですか？せちゃんこ？おいしい？はい、以上我が家の土日の朝、昼、夜ご飯を紹介しました。この動画が好評であれば、これからシリーズ化していきたいなと思っているので、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、今日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。また見てねー。